はい、グッドモーニングエブリバディ、みんなのビデオチャンネル管理人の小川です。今日はね、カスタム級コーナーの、まあ、おまけですね。あのカスタム級の話をしてて、あのカスタム級のこう部分的なこうパーツの名前とか言われても結構知らないこと多いと思うんです。実は僕も下かぶりであんまりよく分かってないんで、今日はあのいつもの先生にお越しいただきました、K かこんみやさんです。よろしくお願いします。はい、K かこんみやです。今日もよろしくお願いします。間違いなく偉くなっちゃうんでね今戦慄がしたんですけどちょっとね、あの、はい、まあ、ビリヤードのこう、まあ、球ですね、はい、まあ、ちょっとね、あの別にこんなすごい球じゃなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとここにすごい球がいっぱいあったんで、ちょっとすごい球についてちょっといろいろ聞きたいんですけども、はい、まずこのシャフトですよね。これはシャフトですね。シャフト、はい、で、この先、まあ、このタップっていう部分は僕でも分かるんですよ。はい、ここの部分をなんか先爪でいいんですか。そうですね、あの先爪というところで、英語で言うとあのフェラルというふうに、あ、英語でフェラルなんですか。言いますけれども、はい、日本語では、まあ、先爪というのは、まあ、いろいろね、鹿の角とか水牛の角とか、そういうようなものを使ってた時期もあるんで、だから角なんですか。角と言います。これ材質がじゃあ今のこれは何ですか。これは何でしょうね。天然素材ですね。失礼しました。はい、でこれは普通のこうシャフトの部分ですね。はい、メイプル材ですね。メイプル材、はい、特にハードロックメイプルとかですね、カナディアンメイプルというような、まあ、寒い地域で、育った、木で作られる、非常にこう目の詰まったですね、そういう木ですね、メイプルは。わかりました。はい、でここはジョイント。ジョイント、はい、メスネジ側ですね。これってなんかいっぱい種類あるじゃないですか。種類あります。何種類あるんですか。ネジの種類はですね、まあ、大きく今分けると、5種類ぐらいですね。はい、5種類ぐらいなんですけれども、メーカーによって、同じネジの規格であるようでいて、なんか微妙に、違ったりするんで、まあ、必ずというわけではない、うまくはまったりはまらなかったりというのはあります、ね、分かりました。あとこのカバーみたいな、これなんだっけ。これはですね、まあ、ジョイントプロテクターですね。ジョイントプロテクターというのは、要はシャフトをこう外している状態でこう床にカラーンと落としてこっち側からつくとですね、この端が欠けたりしてしまいますので、守るために。守るために。なるほど。ですね、あとは、ここのメイプルの木の断面が露出しているので、そこから湿気を吸ってですね、曲がったりとか、しないように防ぐように、はい、なるほど、はい、まあ、これがシャフトですね。シャフト側です。はい、次バットなんですけれども、はい、まあ、バットも同じようにこうジョイントから始めたいと思うんですけども、はい、これジョイントが、はい、なんか色がこう白いものと、はい、こう金属製のものがあるんですけども、はい、この違いって何。純粋に材質の違いというのと、あとはですね、まあ、突き味にも影響します、金属の、ジョイント、ここはジョイントカラーという、カラーというのはこういう、ね、袖口というものですけど、はいはいはい、この日本語でいうとこれを中輪と、真ん中の中に輪と書いて中輪というふうに呼びますけど、金属の方が、硬い突き味になるというふうに言われてます。一方で耐久性があるのは金属の方ですので、そういう意味では、昔はここのステン、はい、まあ、ステンレススチールですけれども、そのステンレススチールを使った、球の方がまあ高級とされていた、時期もありました。なるほど、はい、はい、次なんですけども、まあ、このバットってこう、はい、なんかグループが3つに分かれてるじゃないですか。そうですね、はい、ここなんかそれぞれ呼び方があるんですか。はい、ここはですね、ここですね、このグリップを中心に、まあ、上の部分をここ、フォアアームと言います。フォアアーム、グリップはまずグリップですね、はいはい、それからここの、下の部分は、まあ、球尻ですね、バットスリーブとも言います。バットスリーブ、はいはい、で特に、ここの白い部分ですね、ここの白い部分、まあ、メーカーによったり長かったり短かったりしますけど、ここは、ここだけは球尻ということもありますし、まあ、バットエンドキャップ、バットエンドキャップ、キャップという言い方があります。やっぱキャップ需要がなんかポコってはまったり。そうですね、あ、なるほど。まあ、言ってしまえば木がそのまま、ここ出てると、ぶつけたりすると割れてしまって、その割れ止めみたいなものですね。なるほど、まあ、プロテクトしたわけですね。そうですね、はい、で、あとキューブで、はい、僕結構まあ、知った感じ実はよく分かってないんですけど、インレイとハギっていうじゃないですか、はい、これ違って何ですか。
もともとビリヤードの球を作るときには、1本の木材では十分な長さが取れなかったんで、2本の角材をこう組み合わせて、で丸く削ることで長さを出してたんです。でその木を組み合わせた部分がもともとこの萩だ。あ、組み合わせた部分の、そうですね、断面を見てで削り出してこの断面になる。あ、はい、なるほど。というのが最初ですね。これが萩というもの。それを萩ですね、はい、日本語で書くとですね、接続詞の接と書いて送り仮名をブーをつけるとハグと。え、接続詞の接ですか。接ですね。接に、に送り仮名でグを書くとハグ。これハグって読むんですか。そうです、接続じゃなくてハグなんですか。へぇ、まあ、それで、それを名詞にするとグではなくてギにしてハギ、ハギになるわけですか。はい。じゃあこれ英語ではハギとは言わないわけですか。英語ではですね、英語がハギなんだと思ってました。英語ではないです、ハギは日本語です。あ、日本語です、失礼しました、分かりました。あ、これがじゃあハギという。そうですね、アメリカ人にハギとかって言っても分かんないです、ね、分かんないですか、はい、山口県のハギですからね。ナイスハギと言っても分かんないですね、はい、分かりました、すいません。はい、こちらがハギということです。こちらがレインデーというのがこちら。はい、それでですね、ビリヤード球を作っていく上でですね、その木と木をこう組み合わせて、つなぐという必要がですね、必ずしもそうでなくても良くなったんです。木と木をつなぐにあたって、接着剤を塗ってこうやって組み合わせて丸く削るんではなくて、丸棒同士をですね、金属のこうボルトでこうつないでも、まあ、結果一緒じゃないですか、っていうことになってですね、この本来木と木をこう接続するはずの萩がですね、もうこれデザインでいいやって書いちゃったんです。はい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 。要は実際には木と木をつなぐ機能は失われているんだけれども、そこにそういうような痕跡がないと球らしく見えないということで、じゃあそれを印泥で表現しましょうと。なるほど。萩っぽく見えるデザインを印泥で表現したのが、まあ、印泥萩と。印泥ってどういう仕組みになってるんですか。印泥はですね、ここに、ここのところに溝を掘るんですね、と溝を掘って、その掘った溝と同じ形の違った材料をこうはめ込んで、表面がデコボコしないように削ると。あ、じゃあ、 穴を掘って数カ所のパーツを埋めて、そうです、で丸く仕上げて模様になっていくと。そうですね、はい。で、これをじゃあ一個一個穴を開けてるわけですか。あ、そうですね、穴を開けて。こっちもそうなんですか。こちらはですね、作り方としては、リング状の材料があって、そこにですね、印泥を入れることでですね、こういう形を作ってますね。ここの部分をどうやって作ってるかというと、これ一つの白いプラスチックの筒なんですね。はい。それにこういう三角形の印泥をこうはめることで。ああ、そういうことなんですか。はい、そういうことですね。なるほど、はい、っていう作り方が、これが印泥というものなんですね。そうです、印泥という、まあ、考えてもいいよ、穴、はその穴を開けてそこにパーツを埋め込んでる工法を印泥という。そうですね、なるほど、わ、はい、かりました。で、次にこのグリップの部分なんですけども、はい、グリップの部分って糸で巻いてるやつと、はい、レザー、要は革ですよね。革ですね、はい、あるんですけども、はい、これでなんか性能とかそういうなんか性質とかって変わるんですか。いわゆるその手の汗とかをですね、吸い込むとか吸い込まないとかですね、それからプレスタイルによっては、球を滑らせるようにフォロースルーする人がいますけど、その滑りがいいとか悪いとかというところで、まあ、握った時にこう滑るようにするか滑らないようにするかというところはありますね、はい。例えば次男なんかは皮巻きが多そうですね。はい、豚の皮なんですね、はい。で、タットだと糸、糸ですね、はい。そこは好みの問題ですか。好みの問題ですね。糸巻きというのは、まあ、大体、20世紀に入ってから一般的になったというふうに考えられてますけれども、いろいろな種類の糸が使われてました。古くだとシルクの糸、絹の糸を使って巻いたというのもありますし、それから1960年代に入ると当時の最新の素材だったナイロン糸で巻いたというのもありますし、ただアイリッシュリネン糸という、まあ、一番よく見るのはこういう、白地に点々になる、はいはいはい、まあ、これはもともと釣り糸として使われてたもので、釣り糸ですから、基本的には
ローが、こうローでコーティングされているような感じで必要以上にこう汗を吸い込まないと。あ、だからこうツルツルしてるわけですね。そうですね、汗を吸い込むのはいいんですけれども、吸い込んだままその水分がなかなか抜けていかないっていう面もあるんで、そうするとね、臭くなるんですよね。あと質問なんですけども、はい、最初に糸巻きで購入したキュウリ、はい、あれを皮巻きに変える、まず逆パターン、皮巻きで買ったキュウを糸の巻きに変えるので、ね、はい、それってやっぱりナンセンスなんですかね。いや、それはキュウをですね、購入した人が、自分好みにカスタマイズするという意味で、まあ、全然ありだと。あ、全然ありなんですか、はい、なんかちょっとね、最初やっぱ糸巻きできたの、その糸を取るのもったいないなっていう気持ちを叶えるようで。もちろんね、そういうことはあります、いわゆる、ヴィンテージ級ではその糸自体に価値があるというものもあります、ね、そんな気がする、でもやっぱり使う人の好みですかね、やっぱり。そうです、皮巻きにする人が糸巻きから皮巻きにするとですね、重さが若干軽くなるという。糸より皮の方が軽いですか。皮の方が軽いです、ね、なるほど、じゃあそこでちょっとキュウのコンディションも変わる可能性も。そうですね、ちょっとこう握った感じも、それから重さのバランスもちょっと変わるというようなことが。なるほど、出てきます、ね、分かりました。あと最後にここになんかゴムがついてるじゃないですか、はい、これはやっぱり、はい、ここはですね、バンパーゴムっていってですね、まあ、キュウを床に置いた時に、基本的にはキュウを傷つけないようにするというのとですね、まあ、ビリヤードプレイヤーですからミスショットはつきものなんでですね、ミスショットするとキュウに当たっちゃう人いるんですね、床にガーンと。今僕見ました、僕見ました。いや、僕、もうそういうの、3ヶ月ぐらいやってないです。やってないですか、3ヶ月ぐらいやってないです。キュウもですね、大切な道具ですけれども、そういう形で強くこうね、自分のミスショットのこうストレスをそこに当ててしまうとですね、キュウのお尻がこう割れてしまうようなことがあるので、まあ、それを防ぐためにまあ、ゴムがついてる。ということなんです。わかりました。ってことですね、今日はですね、ビリヤードの道具の、まあ、意外とこう知らない名前とか、その違いとか、そういったのをちょっと動画にして、わかりやすく説明してもらいました。K 角宮さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、また新しいシリーズ考えついたらやりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。はい、すいません。